大ファンの人は、もうすごいじゃんって思ってたんですけど、あるファンの初めて B1 で、アウェイに来たって感じで、ぜひ、あ、こんなチームもあったんだから、また行きたいなと思ってもらえる自信はあるかなと思って、今が大変って思いよりは、どうなりたいかって、ちょっとお客さんの笑顔を思い浮かべながら、残りの練習を。乗り越えていくためにチームの仲間がいるので、一人じゃないです。